しよう、なんて声をかけたらいいんだろう。なんか昨日と違くないか。ええ、様子がおかしいわね。朝日、お願い。なあ、ちょっといいか。僕に話しかけているのかな。ああ、そうだよ。なあ、リッピョンとの握手って済ませたのか。まだだよ。今ね、なんて声をかけるか考えていたんだ。どうしたらリッピョンが元気になってくれるかなって。僕が元気にするんだよ。待っててね、リッピョン。おい、サキ、やっぱりあいつ言動が違ってたぞ。どういうこと？まだ握手会前なのに。ついにリッピョンとの握手会だ。なのに私としたことが。私の解釈だと、こういう時にかける言葉は。なあ、サキ、握手会前なのに昨日と違うぞ。もう少し様子を見ましょう。どうしたらリッピョンの心の隙間に。私の解釈でも答えが出ないだと。あと少しで握手会だというのに。私の解釈が間違っているとでも言うのか。ああ、尊い。なんて尊い存在なんだ、リッピョン。握手会前なのは間違いないわよね。私の解釈が間違っているの？変な口癖映ってんぞ。結局全員の言動が変わってたぞ。もうわけわかんねえよ。私だってわからないわよ。一体どういうことなの？あー、もう無理。とりあえず飯食おう。俺は疲れた。さすがに賛成ね。一度頭をすっきりさせましょう。じゃあ今日はカレーでも行っか。ここから少し離れてるけど、うまい店があるんだよ。私はラーメンでいいわよ。油も乗って苦手だけど、朝日は歩くの面倒でしょ。だから昨日と同じお店にしてあげる。いや、別に面倒くさくないし、それに2日連続で同じものってのは。いいから行くわよ。昨日のラーメン屋さんで決定ね。食い物まで繰り返しかよ。2日連続のこってりはいよりも精神的に来るな。私、明日もここでいいわよ。っていうか、ラーメン苦手じゃなかったのかよ。あれ？なあ、今誰か通らなかったか？ええ、通ったわね。まるでアイドルみたいな可愛い女の子が。もしかしてリッピョン？朝日、ちょっと隠れて。う
リッピョー待てよ。何があったのか教えてくれませんか。私の解釈が間違っているのですか。どうしたんだ。もしかしてファンに追いかけられてる。朝日行くわよ。なんだか様子がおかしかったわ。あ、ちょ、いきなり引っ張んなって。ほら、早く走って。待て待て、だったらこっちだ。近道だよ、先回りするぞ。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。おい、こっちだ。安心して、見た目はあれだけど、あなたを守ってくれるわ。リッピョ、俺の後ろに隠れて。あいつらの位置からは見えないはずだから。はい。私の解釈ではこちらに来たはず。リッピョ、どこにいるんですか。太いさん、あっちを探してみましょう。向こうに行ったみたいね。あの皆さん。いいよいいよ、気にすんな。あなた、百瀬リユちゃんよね。もしかしてリユのことご存知なのでしょうか。知ってるも何も、ベルサイユのイベント見てたよ。本当ですか。わー、ありがとうございます。だけどやっぱりアイドルって大変なんだな。あいつら厄介な出待ちなんだろう。そんな理由は厄介だなんて。さっきの人たちも大切なファンです。まだまだ駆け出しの理由を応援してくれるんです。必死で逃げていたように見えたわ。今日はたまたまです。みんな理由がいけないんです。すげえ、自分のせいにするなんてアイドルの鏡だわ。そんな、本当にそう思っているだけです。でも、やっぱり褒められると嬉しくなっちゃいますね。かわいすぎだろ。ちょっと朝日、私への態度とえらい違いじゃないかしら。当たり前だろ。俺も明日から握手会に参加しよっかな。あれ？なあ、昨日もこの時間って。何よ。なあ、昨日はリピョンここを通ってないよな。これってさ、つまり。あら、やっと気づいたのかしら。リュウちゃんを追いかけていたファンたちも気になるわ。あの、皆さんどうかされたのでしょうか。ああ、いやごめん、こっちの話。っていうか、ここから離れた方がいいかも。もしかしたらファンの人たちが戻ってくるかもしれないわね。それじゃあ送っていくよ。でも大丈夫よ、安心して。彼ね、
ニートだけど秋葉原には詳しいの。だからちゃんと無事にあなたを送り届ければ。褒めるかけなすかどっちかにしろって。本当にご迷惑じゃありませんでしょうか。いや全然、むしろ任せろって感じだよ。ありがとうございます。それじゃあどこまで送っていけばいいかしら。できたら秋葉原駅まで。あ、でも本当にここでも大丈夫ですから。了解、どんな場所だろうが俺が無事に送り届けるから。こんなにやる気の朝日初めて見たわ。到着っと。今更だけど本当にここで大丈夫？わあわあ、ありがとうございます。秋葉原には毎日電車移動なので大丈夫です。アイドルなのに謙虚な子なのね。お姉さん、アメちゃん買ってあげようか。嬉しいです。朝日さん、サキさん、ありがとうございました。アイドルに名前を呼んでもらえるなんて。ちょっと朝日、理由でよければいつでも。それでは本当にありがとうございました。なあ、返しちゃってよかったのか。ええ、今日のところは大丈夫よ。だけどやっぱり気になるわね。リッピョンのことが？リュウちゃんはもちろん、追いかけていたファンも、消えたメガネ君のことも。答えに近づいている気がするの。明日こそ何かがわかる気がするわ。なあサキ、なんでお前そんなに楽しそうなんだ？え？だってさ、妄想の侵食とか普通だったら投げ出すんじゃないかな。私、普通じゃない毎日が楽しいよ。妄想を壊すのが楽しいの。だって、毎日つまらなかったんだもん。
みんなと同じ学校に行く毎日が。みんなと同じ制服を着て、みんなと同じ放課後で。そんな、みんなと同じ毎日がつまらなかった。でもね、ある日、不思議な扉を見つけたの。最初はね、もちろんなんだかわからなかった。だけど、扉の向こうで不思議な人に出会ったの。その人は教えてくれた。ここは妄想球だよ。あれは妄想銃だよ。妄想は壊さなきゃいけないんだよって。普通の人にはわからないんだよって。妄想を壊せるのは特別な存在だけなんだよって。やっと見つけたって、そう思った。その日から私の毎日が変わったの。だから、あの日から私は特別な存在なの。あ、初めて聞いたっち。フィン君に出会うちょっと前の話だよ。特別な存在ね。俺は特別にぐうたらできる存在になりたい。何よそれ。ニートに特別も格別もないっち。はいはい、普通のニートは普通らしく家に帰るよ。じゃ、また明日の。ええ、会場で落ち合いましょう。絶対に遅刻しちゃダメよ、約束ね。はいはい。で、今日も遅刻と。違うんだ、布団が俺を愛してやまなかったんだ。何言ってんのよ。少しでも期待していた私がバカだったわ。ごめんなさい。まあいいわ、ライブも終わる頃だし、急いで聞き込みしましょう。それにね、なんだか今日はファンたちの様子がおかしいの。ファンたちの様子が？みんな沈んでるっていうか、とにかく話を聞いてみましょう。おほほ、リッピョンどうしたのかな。なあ、どうしたんだ。リッピョンのつぶやきが聞こえないんだ。ダメだ、心配すぎて喉が渇いちゃったよ。悪いけど僕は炭酸を買いに行くよ。つぶやきが聞こえない。私の解釈だと、やっぱり男ができたとしか。このまま電撃引退も。おい、一体どうしたんだ。すみませんが、後にしてくれませんか。一秒も目が離せない状況なんで。何なの、引退ってどういうこと。どういうことだ。もしかして昨日の出待ちの件が影響しているのかしら。だけど、ライブは無事に行われていたんだよな。
盛り上がっていたわ。そして握手会も予定通り開催された。それなのにやっぱりアイドルって大変なのね。男ができたとか言われちゃって。そういえばそんなこと言ってたな。あとなんだっけ、確かつぶやきが聞こえないとか。つぶやき？そっか、そういうことだったのか。そういうことって？サキ、携帯を出してみろ。え？いいけど。ポツッターで検索してみてくれ、リッピョンのアカウント。あ、そういうことね。なるほど、これで謎は解けたわね。ポツッターのつぶやきが止まった。だから男ができたって疑われてたんだ。前にメガネ君が言ってたわね、ポツッターの更新は毎日欠かさないって。多分そういうことだろうな。そして昨日はポツッターで不安を漏らしていた。繰り返す毎日に戸惑っていたんだわ。だからファンたちはみんなリッピョンのことを心配していたんだよ。おそらく一昨日までは毎日楽しそうにつぶやいていたのね。でもだけどメガネ君はきっとこうじゃないかしら。まずはアイドルの妄想が生まれた初日、メガネ君は握手をして喜んでいた。あ、一生手を洗わないって言ってたな。そして2日目、握手を終えたメガネ君だけがリュウちゃんを心配していた。そっか、ポツタは更新できたけど握手会では戸惑いを隠せなかったんだ。普通ならイベントに来ることすらままならないと思う。だって朝起きたら日曜日が繰り返しているのよ。何も知らない女の子がそんな状況に直面したら動揺を隠せるはずもないわ。ただリッピョンはプロのアイドルだった。待っている、楽しみにしているファンがいた。繰り返す日曜日に気づかないふりをしてイベントを続行していたんでしょうね。俺たちの気づかないところで毎日わずかに言動が変わっていたんだな。さあ急ぎましょう、リュウちゃんは秋葉原駅から帰るはずよ。本当にリッピョンが妄想者なのか。それ以外の可能性はあるかしら。朝日も分かっているんじゃないの。いや、でもまあ、あんなに礼儀正しい子を疑いたくない気持ちは私も一緒よ。だけどほら見てごらんなさい、あの様子相当思い悩んでるみたいよ。昨日ぶりね。すみません、どちら様でしょうか。リュウちゃん、忘れてなんかいないわよね。昨日一緒にここまで来たの覚えてるんでしょ。き
昨日ですか？昨日はお休みだったので家でお裁縫してました。そんなはずはないっち。昨日面倒なファンに追いかけられてたっち。面倒だなんて、そんな、ファンの皆さんを悪く言わないでください。今の声聞こえたわね。ピン君登場っち。キャッ。ピン君はね、特別な人にしかわからないの。何が言いたいかわかるわよね。そっか、もうバレてしまったんですね。なんかごめんな。ファンたちに見つかるわけにはいかないわね。少し場所を移しましょう。はい。リュウちゃん、話聞かせてもらえるかしら。サキ。仕方がないのよ。だからって。いいんです、気にしないでください。だってリュウが悪いんですから。リッピョン。それじゃあリュウちゃん、聞かせ。はい。リュウ、アイドルに憧れていたんです。小さな頃からずっと歌ったり踊ったりするのも大好きだけど、アイドルを見ているのも大好きだったんです。だからもっとアイドルが盛り上がってくれたらって、そんなことを夢見てたんです。夢見てたか。そしたら数日前、リュウの夢が不思議な形で叶ってしまったんです。急にマネージャーさんから電話がかかってきて、秋葉原でイベントだって言うんです。最初は何かの間違いかなって疑ったんです。でもこれが現実だったらってドキドキもしました。バカみたいですよね、期待しちゃうなんて。それで言われた通り秋葉原に向かったんです。いざ会場に着いたら驚きを隠せませんでした。だって本当にリュウのイベントが準備されていたんです。だけど全部リュウの夢なんだってすぐに気づくことができました。それでもすごい嬉しかったんです。ついに夢が叶ったんだって。ただ夢が叶ったのに毎日同じ夢を見続けることが怖くて、きっとリュウのわがままな夢のせいでファンの皆さんにも迷惑をかけちゃっているんです。皆さんを閉じ込めてしまっているんです。この永遠に。これが私の知っていること全部です。こんな夢のような話信じてもらえませんよね。リュウちゃん、ありがとう。その夢のようなお話、私たちは信じるわ。だけどね、これは夢なんて素敵なものじゃない。すべてあなたの妄想なのよ。リュウの妄想？だからね、リュウちゃん、あなたの妄想を壊させてもらうわ。妄想を壊せば妄想は消える。そうすれば現実への侵食は止まるのよ。いや、ちょっとサキ。こうするしかないのよ。妄想に侵食される現実を私は見過ごせない。だからってそこまでストレートに言わなくても。あの、その妄想が壊れたら一体どうなってしまうのでしょうか。それはリュウちゃんのイベントは初めから開催されてなかったことになれば。何もかもなかったことになっちゃうんだ。そんなだけどね、それが正しい現実なの。ファンの皆さんはきっと全部忘れちゃうわ。イベントに参加したこともイベントがあったことすらも。リュウはどうなるのでしょうか。同じよ。全てを忘れて普通の日曜日に戻るの。そんなことって。ごめんね、リュウちゃん。だけど壊す以外に方法はないのよ。
リピョン。ごめんなさい、皆さん。分かってくれたのね。失礼します。待って、リピョン。行っちゃったわね。なんか俺たち悪者みたいだな。それでも私たちは妄想の侵食から現実を守ろうとしているのよ。そうかもしれないけどさ、じゃあ今から追いかけるのか。改札の人混みじゃ見つけ出すのは難しいでしょうね。じゃあどうすんだよ。このまま逃げられるんじゃないか。今の動揺で妄想球の入り口が現れるとも限らないんだろ。だとしたらまた明日行動を起こせばいいだけよ。もし明日のイベントに来なかったらどうするんだ。いえ、それはないわ。だってリュウちゃん今日もイベントをこなしたのよ。そんな子だからこのまま逃げ出すとは思えないの。明日も必ずイベント会場に来るはずよ。はあ、なんだか複雑な心境だよ。それじゃ続きはまた明日か。ええ、明日は妄想球に突入するかもしれないわ。だから今日はゆっくりと休んでおいてね。はいはい、そんじゃお疲れ様。私だって好きで傷つけたいわけじゃないのよ。ただいまった。なんだか来たけど、きっと俺以上にリッピョンは。もし俺も妄想が現実になったら、自分で壊すこと。てつか、俺だったらどんな妄想が侵食すんのかな。ほうほう。誰だよこんな朝から。起きろっち。ピンク。朝日、急いで来て。なんで不法侵入だ。鍵をかけ忘れたのはどこの誰よ。いいから急ぎなさい。大変なことになってるっち。一体何がどうしたって言うんだよ。リュウちゃんのイベント中止が発表されたのよ。え？セーブポイントっち忘れずにしとけっち。おいらもおしゃれするっち。
イベント中止ってどういうことだ。この試験どうしてくれるんだ。どういうことなんだ。ちゃんと説明してくれないと納得できないぞ。なんだよこれ。リュウちゃんがね、ポツッターで発表したのよ。今日俺たちのことをバカにするのか。私の解釈では握手会の返金騒動にまで発展するぞ。出てきて謝罪しろ。うわ、見事に炎上してんな。もしリュウちゃんがこの光景を目にでもしたら。裏切り者、私の貯金を返せ。違うんだよみんな。え、メガネ君、どうして彼が。リッピョンは絶対に僕たちを裏切ったりしない。誰よりもファン思いだったじゃないか。うるせえ、引っ込んでよメガネ野郎。きっとリッピョンは体調不良なんだよ。みんなを裏切るつもりなんか。私の解釈では許されないことをしてしまってますよ。とにかくリッピョンを出せ。どうしよう、アサヒ。きっと私がリュウちゃんを追い詰めたせいで。落ち着けよ。それにサキだってリッピョンの思いを信じてたじゃないか。もしかしたら今もこの状況を近くで見てるかもしれない。そうね、探してみましょう。リッピョン。あ、皆さん。今会場は大変なことになってる。だからすぐ隠れた方が。リッピョンを出し、謝罪させろ。ただじゃ済まないぞ。リッピョンは悪くない。リッピョンは悪くないんだよ。メガネ野郎は引っ込んでろ。こっちまで丸聞こえじゃねえか。リッピョンはきっと事情を説明してくれる。だから、うるせえ。そんな皆さんやめてください。ちょっとリュウちゃん、そっちは危ないわ。そこにいるのは裏切り者のリッピョンじゃありませんか。本当だ、裏切り者が来たぞ。うわー、金貸せ。大丈夫ですか、怪我してませんか。リッピョン大丈夫、僕は大丈夫だよ。ありがとう。危ないですからすぐに逃げてください。ねえリッピョン、今日は一体どうしたの。それは リュウちゃん、イベントの中止は
体調が悪いからだよね。その報告をわざわざしに来てくれたんだよね。リュア、リュア。妄想球の入り口が。こんな状況で動揺を隠せるわけがないわ。急ぎましょう。妄想を壊すのよ。だけど、この騒ぎを止めるためにも他に手段は残されてないのよ。夢から覚めなきゃいけないのよ。待ってください。リュウちゃん、リュウの夢を、リュウの妄想を壊しに行くんですよね。ええ、そうよ。昨日も言った通り、妄想は壊さなくちゃいけないの。ごめんな。わかりました。それならリュウも連れて行ってください。おい、本気か。自分で決着をつけたいんです。この妄想にリュウは逃げ出し、裏切り、怪我までさせてしまった。その責任を取らせてほしいんです。この先は危険よ。無事に生きて帰れる保証はないの。構いません。どんな危険にでも立ち向かってみせます。理由のせいで傷ついた人、きっとたくさんいるから。でも、まあ、なんかあったら俺がどうにかするわ。だから先、連れて行ってやろうぜ。ちょっと朝日、あなた本気で言っているの？ああ、俺は本気だ。だからさ、見届けさせてやろうぜ。仕方ないわね。リュウちゃん、私たちについてきて。はい。だけど少しだけお時間をください。ちょっとリピョン。この裏切り者が何しに来たんだ。許されないぞ。早く事情を説明しろ。うおうるさい、みんな静かにしろ。あのメガネ野郎。いや、意味わかんねえよ。最後に一つだけ約束をさせてください。私、百瀬リュウはいつか本物のアイドルになります。見たからどうかいつか思い出してください。この秋葉原に百瀬リュウというアイドルがいたことを。それじゃあ行ってきます。やっぱりいい子だったわね。皆さん、お待たせしました。それじゃ行こうか。はい。ちょっと早いけど、これがリュウの引退ライブです。行ってらっしゃい、リッピョン。
僕はずっと、ずっとずっと、ずっとずっとずっと応援しているからね。オイラを守り抜くためっち。おいらは疲れたっち。